ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。8月21日水曜日の全国の天気をお伝えします。西日本や東日本では前線に近いため朝から雨が降り出しそうです。特に北陸エリアですと朝の時間帯から雨が降りますので気をつけるようにしてください。九州北部も雨具が手放せません。また前線に向かって湿った空気が流れ込みますので太平洋側では日差しが届いても油断は禁物です。にわか雨に備えて折りたたみ傘があると安心です。また北海道も日差しが届いていてもにわか雨がありそうです。道東を中心に雨が降りやすいため空の変化に要注意です。日中の気温を見ていきますとこのように30度以上となっているところが多く西日本、東日本、東北日本海側では蒸し暑い一日です。一方北海道では比較的過ごしやすい体感、中にはひんやりと感じそうですので1枚羽織物をご用意ください。以上全国の水曜日のお天気をお伝えしました。